こちらテート近郊トリスタ放送より夜9時をお知らせします。今週から日曜日のこの時間に新しいトーク番組が始まります。番組名はアーベントタイム、夕べの時間。なんかベタですけど、何事も基本と王道は大事ってことで。進行パーソナリティは私ことミスティが、まいずれ豪華なゲストも予定してるので楽しみにしててくださいね。さてさて、4月も半ばを過ぎて皆さんいかがお過ごしでしょうか。ここトリスタでは可憐なライノの花が盛りを過ぎて散り始めていましたね。でも花が散る時の儚さと風情もまた格別なものがあるんですよね。春に新生活を迎えた方々などは何かと忙しいかもしれませんが、たまにいい息抜きになると思いますよ。それじゃあ予告通り実技テストを始めましょう。前もって言っておくけど、このテストは単純な戦闘力を測るものじゃないわ。状況に応じた適切な行動を取れるかを見るためのものよ。その意味で何の工夫もしなかったら、短時間で相手を倒せたとしても面白い。単純な力押しじゃ評価には結びつかないわけね。それではこれより4月の実技テストを開始する。リーン、エリオット、ガイウス、まずは前に出なさい。いきなりか。承知。よろしい。それじゃ。魔獣？いや、命の息吹を感じない。ええ、そいつは作り物の動くかかしみたいなもんよ。そこそこ強めに設定してるけど、決して勝てない相手じゃないわ。例えばアークスの戦術リンクを活用すればね。あ、それでは始め。敵発見、撃破する。俺の番だな。青き炎よ、我が剣に集え集え。よし、これで大丈夫だ。よし。なんとか勝てた。悪くないわね。戦術リンクも使えたし、旧校舎地下での実戦が効いてるんじゃないの。はあ。いつの間にそんな対策を。それじゃあ次、ラウラ、
エマ、ユーシス、前に出なさい。しかしサラ教官、先ほどのくぐつめいたものは一体何だったのだ。そういえば機械見たことないかも。とある筋から押し付けられちゃったものでね。あんまり使いたくないんだけど、いろいろ設定できて便利なのよね。テストの役に立ったし、結果オーライということで。さて、実技テストはここまでよ。先日話した通り、ここからはかなり重要な伝達事項があるわ。君たち7組ならではの特別なカリキュラムに関するね。さすがにみんな気になってたみたいね。それじゃ説明させてもらうわ。君たちに課せられた特別なカリキュラム、それはズバリ特別実習よ。特別実習ですか。なんだか嫌な予感しかしないんだが。君たちには A 班 B 班に分かれて指定した実習先に行ってもらうわ。そこで期間中用意された課題をやってもらうことになる。まさにスペシャルな実習なわけね。学院に入ったばかりなのにいきなり他の場所へ。私がついていったら修行にはならないでしょ。獅子は我が子を先人の谷にってね。修行ならばむしろ望むところではあるが。バレスタイン教官、結局俺たちにいつどこへ行けと言うんだ。オッケー、話を進めます。さっきも言った通り、君たちには A 班 B 班に分かれてもらうわ。さ、一部ずつ受け取りなさい。深い半分けだ。ケルディックとパルム、どちらも帝国の町なのか。ケルディックは東にある交易が盛んな場所だけど、パルムは帝国南部にある宝石で有名な場所ですね。あそこか、めんどくさいな。場所はともかく、 B 班の顔ぶれはありえんな。日時は今週末、実習期間は2日くらいになるわ。 A 班 B 班ともに鉄道を使って実習地まで行くことになるわね。各自それまでに準備を整えて英気を養っておきなさい。Thank you.
おはよう、アリサ。おはよう。その、早いんだな。待ち合わせの時間まで20分くらいあるのに。そっちこそ。何時くらいに起きたの？ああ、5時くらいかな。まあ、いつもそれくらいには起きているんだけどな。そうなんだ。クラブの朝練。でも確か、まだどこにも入ってなかったわよね。いや、個人的な習慣みたいなものというか。そっちはラクロスだったか。朝練とかもあるのか。ええ、週に2日くらい見て。ごめんなさい。どうして謝るんだ。変に気が合うわね。その本当にごめんなさい。あれが偶然だっていうのは最初から分かっていたのに、ちょっと気が動転しちゃって頬まで叩いてしまって。しかもあれって私を助けようとしてくれたのよね。いや、気にしないでくれ。あの落とし穴にしたって俺たちが怪我しないように安全は配慮してあった。俺が余計な気を回さなければ起こらなかった事態だよ。でもそんなことまではわからなかっただろうし。うん、やっぱり私の方が一方的に理不尽だったわ。それと助けようとしてくれてどうもありがとう。いや、うん、どうすまない。どうもこういうのは不情報で、妹にもたまにたしなめられているんだけど。あら、妹さんがいるんだ。でもやっぱりそれもこちらのセリフね。この半月なんとかちゃんと話そうとしたんだけど、やっぱり気まずくってつい変に避けてしまってそっか。あ、でも先週の授業で助け舟を出してくれたよな。あれはその改めて話すきっかけにできるかなって思って。でも結局その後もあなたを避け続けちゃったんだけど。いや、でも助かったよ。ありがとうどういたしまして。それはともかく、あなたに非がないのは認めるけど、それとこれとは話は別だからね。何の話だ？だから、もう分かるでしょ？旧校舎の地下に落とされた時の一件だよな。ええ、私があなたの顔に胸を押し付けちゃった。とにかく思い出すのも厳禁だから。いいわね。ああ、了解だ。あれ？あ、二人ともおはよう。おはよう。いい朝だな。二人とも早いね。でもよかったじゃない。やっと仲直りできたんだね。それはまあおかげさまでね。それはよかった。正直この半月余り見ていて歯がゆかったからな。特にアリサは念願かなって謝ることができたようで。
言っておくけど、同じ班で気まずいままなのはどうかと思っただけなんだから、そこのところを間違えないでよね。はいはい、うむ、仲良きことは結構なことだと思うがメンツも揃ったことだし、早速出発するとしよう。列車が来るまで時間はあるから、店に寄ってもいいかもしれない。あふん、そうね、士官学院も早朝から開いてるって聞いたし。それじゃあ購買とか技術部で装備も整えられそうだね。では行くとしようか。
Thank you.
クロスベル方面行き大陸横断鉄道をご利用いただきありがとうございます。次はケルディック、ケルディック。バリアハート方面にお越しの方は次でお乗り換えとなります。ここがケルディックか。のんびりした雰囲気だけど結構人通りが多いんだな。あちらの方にある大一目当ての客だろう。外国からの商人も多いと聞く。なるほど、帝都とは違った客層が訪れてるのね。ちなみに特産品はライ麦を使った地ビールよ。君たちは学生だからまだ飲んじゃダメだけどね。いや、勝ち誇られても。別に悔しくはありませんけど。さてと、それじゃ早速、今日の宿といってもすぐそこなんだけど。あ、はい、お願いします。
この一杯のために生きてるわね。完全に満喫してるし、しかもまだ昼前なんですけど。あら君たちまだいたの。私はここで楽しんでるから遠慮なく出かけちゃっていいわよ。もう勝手にまとめないでください。何なんですか特別実習の内容って。思っていたよりもハードじゃなかったのは安心したんですけど。まあそうね。とりあえず必須のもの以外は別にやらなくてもいいわよ。全部君たちに任せるから、あとは好きにするといいわ。だからそうやっていい加減なことを言わないで。いや、そうした判断も含めての特別実習というわけですか。え？どういうこと？実習期間は2日間。 A 班は近場だから明日の夜にはトリスタに戻ってもらうわ。それまでの間、自分たちがどんな風に時間を過ごすのか、せいぜい話し合ってみることね。
者がたくさん。のどかでいいわね。癒される光景だな。この光景逃さぬ。俺の番だ。行くぞ。任せてちょうだい。みんな大丈夫。チャンスだ。行くぞ。私の番だな。私の番ね。ざっとこ。Thank you.
効果のようだな。私の番だな。さてと、私の番ね。こっちものどかだね。やっぱり魔獣はいるみたいだけど。まあ気をつけていこう。農家ね。牛がいるよ。横断鉄道、外国に通じているんだったな。ええ、このずっと先に東の国境ガレリア要塞があるわ。
強敵みたいだ。俺の番だ。気をつけて行くぞ。青き炎よ、我が剣に潰れ。よし、これで大丈夫だ。任せるがよい。僕の番だね。私の番ね。参る。チャンスよ。参る。行きましょう。せい。行くぞ。みんな大丈夫？